はい、ゴールド代表取締役の中村智之です。深夜はアルフォートが染みますね。はい、ゴールド執行役員の米田誠です。心が全員純粋なところっすね。なんか嫌なことは嫌だとか、嬉しいことは嬉しいとか、いい意味で怒られたらムカつくとかムカついてる表情するし、嬉しい時は嬉しい表情するし、なんか純粋だからこそお客様に対してなんかまっすぐに接してくれるというか、これが必要だからこれを努力しようとか、これは今じゃないから今やんなくていいやとか、それが時として違う時もあるかもしれないんですけど、なんか純粋にこう生きてるなみたいな、ゴールド自体がこう生き物のような感じがするというか、それがなんかゴールドのいいとこだなって僕は思ってますね。結構一言で言うと、もうゴールドにいる人たちでしかないかなって僕は思います。会社ってね、みんなを豊かにするためにあるもんだなって思ってて、あるようでないもんだなみたいな。じゃあそれって何であるかっつって、やっぱ今いる仲間がいて、仲間の気持ちがそのままこう形になってるんじゃないかなと思ってて、なんか素敵で尊敬できる仲間しかいないという、それがゴールドでございます。以上。てれーん、最高にかっこいい自分になる。俺はなってる。お客様からのご紹介もあって、こう本を出さないかみたいな話から始まったんですけど、美容師ってどういう仕事かななんてこうずっと考えてた時に、美容師は髪の毛に髪に触る仕事じゃなくて、あなたの心に触れる仕事だなとすごく感じていて、自分が美容師やってきてお客様に心を触れられてきたんですよ。ずっとずっと僕が世の中にもう広めたくてしょうがないお客様がものすごくいて、その子たちと僕のその日常を本当に伝えたら、美容師って高い服を着ることや高い時計やテレビに出ることが素晴らしいことではなくて、美容師というのはどの町にいるどこの美容師さんでも、それがフリーランスでも大きなお店に入ってても、本当に素敵なことはお客様とドラマを描くことだよ。それがこう僕を成功に導いてくれたなとずっと思ってたので、どうしてもそれをこう形にしたくて、まあ、書いたのがこの本で、まあ、僕と出会ったことで変わっていったお客様との物語なので、それを見て、あ、もう30人ぐらいのお客様が出てくるので、あ、自分もこんな悩みがあるなとか、そういうことをお客様と自分をこう照らし合わせて一つの物語を描いて感じられるような、そんな本にしました。まあ、より多くの人がこう自己実現できる世の中を作っていきたいなっていうのが、うちのミッションだなと思ってて、そもそも美容師っていうのは人を豊かにする手段だなと、僕自身思ってて、まあその美容師っていうものに対してまだまだ僕はいろんな可能性を秘めてるなと思ってますし、その技術や職人っていうあり方ももちろんありだし、そうやって想像していくクリエイターっていうポジションもありだし、なんかいろんな可能性がある。それは何でかっていうと、こんな人と触れ合えて人生共有できる仕事がないからと。だから僕らのミッションってなんか髪を切る以外にめちゃくちゃあるなって思っちゃうね。マジで先生、そう、めちゃくちゃあるな、やべえ、人生1回じゃ足りねえかもな。本当お客様って中学生から政治家さんまで来ますし、なんかそういう方々のリアルっていうものを僕らが純度高くいることでキャッチできるし、なんかそれを世の中にどんどん伝えていく役目かなとも思ってますし、本当にゴールドって会社があったから世の中ちょっと変わったよねとか、業界が良くなったよねとか、若い子元気になったよねとか、なんか時代を超えて永続するような文化を作っていきたいっていうのがこう大まかなイメージだなと。お客様がいて幸せで、愛すべきスタッフがいて幸せで、愛する人が自分にはいて、この世界はものすごく美しいなと。でも悩んでる悩みがあるからそれを感じられない。じゃあその子が見てる世界観を変えることは僕たちにはやっぱできる仕事だなと。人対人の心にこう
触れ続けられるのが僕らの仕事だと思っているので、誰かの世界を変えるチャンスがある、じゃあ変え続けよう、 We are gold みたいな感じですね。これ結構あんま本当どこでも話したことない話で、後悔のない過ちと嘘をいっぱいついてきたなと思ってます。その本当に一つも後悔はないんですけど、間違ったなって思う生き方をしたこともあるし、たくさん嘘を重ねてしまったなって思うこともあって、なんかそれがマイナスのような捉え方じゃなくて、僕はそれをすごい誇りに思っていて、自分が発言するたびに悔しくなるんですよ。あの時自分はこれをしてなければ今胸を張ってこれを言えたな、あの時自分がこれを言ってなければ疲れずに自分は言えたなみたいな。でもそれが後悔じゃなくて、言ったからその気持ちに出会えてる自分がいて、だから自分が積み重ねてきた日々に誇りと感謝をしてて、たくさんそう生きてきたから今多分誰よりも嘘をつきたくないって思うし、でも時としてつくのかもしれないけど、嘘をつきたくないって強く思うし、どう生きてきたかって聞かれるといつもこう思ってるんですけど、後悔のない生き方をしてきて、嘘と過ちを重ねた今、胸を張って生きてるなと思ってます。なんか基本的に人を信じるってことがなかなかできないし、世の中を信じるってこともなかなかできないし、だったら自分なりに答えを出していかなきゃなってのも思うし、少なからず自分が生きてきた35年で自分がいた15年のこの業界に対してなんかすげえ不安だなとか苦しいな辛いな、あとはそれによって生まれた外部のものだったり、まあ後から美容師になる子もそうですし、僕の周りにはそう思ってほしくないなと思ってて、だったらそこを自分が変えたらそう思わなくなるんじゃないかなと。じゃあそれを変えるにはこの挑戦しなきゃいけないな、大変だな、高い山だな、じゃあそこを挑戦してまた形になって見えた景色ってまた世の中もっと広いしもっといろんなことがあるんだ、じゃあ気づいちゃったし感じちゃったなら変えないと、答えを出さないと自分の人生後悔するなと、なんかそれの繰り返しだなみたいな。僕の中で一番思ってるのが、なんか小学生の時ちょっと調子に乗ってるから基本的に、で大体こう調子に乗ってモテた後すげえいじめられるみたいな、なんかサイクルがあって、でその中で結局俺と絡むといじめに巻き込まれるかもしれないっつってみんな離れていく中で、なんか一人だけそういう状況でも手を挙げて俺とに寄り添ってくれた武田っていう男がいて、で今彼も警視庁でバリバリやってるんですけど、エリートで、そういうなんかみんなが目を背けたくなるようなこととか自分にマイナスになるようなこととか、なんかそういうものにいち早く手を挙げれる人間でいたいなと。あとは俺が昔出会いたいなって思ってた大人であり続けたいなと。なんか僕の生き方の軸ってそこかなと思ってて、若い子が俺に会ったらこういう大人になりたいなと、こういう美容師じゃなくてこういう人になりたいなみたいな、なんかそういう自分で居続けることかなっていう。じゃあその軸に対してどういうアクションをしていくかじゃないですけど、やっぱ自分が選んだ美容業界に対しては何か変えたいなとか、まあ天下統一したいなっていうのが一番あるんですけど、まあ、これからもその挑戦っていうのは自分っていう使命だなとも思ってますし、自分が心からね感動したこととかそれがマイナスに動いたこともそうですし、まあ少なからずこの人生で自分で変えれることとかそういうのには挑戦していけたらななんて思っちゃってます。人生のうち
共に走る人ってものすごい限られるなと思っていて、夫婦って走るじゃなくて共に隣にいる人じゃないですか。で、永遠にずっと隣にいて、どちらかが急いだりどちらかが引っ張ったりこけたりしたら夫婦ってダメだなと思っていて、奥さんが転びそうな時は自分も転ぶし、なんか夫婦ってそういうものだなってすごい思うことがあって、共に道筋を目指す人っていうのは先に走ったりとかってあるんですけど、共に走る人ってものすごい僕の中では違うなって思っていて、僕が息切れになった時にこう大丈夫って背中を押してくれる人って多分共に走る人ではないんですよね。共に走る人って多分全てが同調するんですよ。伝え方がこう、目指してるとこがこうとか、そういうのってもう気にならないんですよ。目指すビジョンがもうこれ、例えばさっきの言葉で天下統一でも何でもいいんですけど、目標値がこれってなったらもう倒れる倒れないとかって別に視野にないというか、何としてもそこに対して城を落とすじゃないですけど、どういう状況であっても必ず突き進まなきゃいけないみたいなのをすごい僕は感じるなと思ってて、人生の上で一人だけなんですよ、中村さんだけが唯一共に走る人なんだなってすごい思って、その上司と部下とかではなくて一人の人間として、あ、多分もう一生涯でこの人とこういろんなものをこう崩してって作ってって、またダメで時にこうなってとか、なんかぶつかるとかもぶつ、やっぱよくあるじゃないですか、ペアでぶつかってとかって、そういう次元じゃないなと思ってて、ぶつかるとかじゃないですよ、もはや。なんかもうそういうちっちゃなものではなくて、なんかもう大きく含めてそれなんで、なんか最近僕思う、なんか中村さんマジ地球なんだよなって最近思い始めてきて、ほんとコロコロ天気から何から全て変わるなみたいな。今日やるって言ったことは明日にはやらない可能性もありますし、でもなんかそのそれなんかもうほんと地球って超魅力的じゃないですか。いろんな国があっていろんな人がいてみたいな、なんかそれぐらい奥深さがある方だなって思ってるんで、なんか単純にもうほんと純粋ですけど、もうほんと一生おもろいっす。はい、トレンドを追ってく会社って多分7年周期8年周期で絶対衰退するなってのずっとあって、だからそれこそ7年8年でトップは降りなきゃなって思ってて、じゃあ誰に任せようかなって思ってた時はずっともう正にやってもらおうと思ってて、そもそもトップがトップであり続けるからこの業界は変化しないと、だからそんぐらいなんか自分の中で特別。きっとこの動画を見てくださる方は若い方もいれば僕より先輩の方々もいらっしゃると思うので、心から感謝してます。僕より先輩の皆様、先輩たちが作ってくださった、どこの直接関わりもない先輩かもしれませんし、地域が違うエリアが違う先輩方かもしれないんですけど、市場もメンズとレディースで違うかもしれないんですけど、ずっと伝えたいことがあって、まさかこのチャンスが来ると思ってなかったので言うと、皆様が美容師をずっとこう大きく、あの美容師をこう進ませてくださったので、僕は今美容師をできてます。結構日に日によく強く思うことで、世の中の日本中のどの美容師様がいてもいなくなっても多分これは叶わなかったことで、個人経営から大きなチェーン店まで全ての皆様がいて、その道をつないでくださって、思いをつないでくださって、僕は今そのバトンを受けて20代の美容師の前をこう走ろうと思えてます。本当に心から感謝してます。そしてこれを見てる若い美容師さんの皆様、みんな、この動画をもし自分が見てるとしたら、この人だからできると思うこともあると思うし、俺もスポーツ選手を見たらそう思うし、悔しいけど俺より顔がかっこいい人なんか無限にいるなとも思うことがすごいあって、でも自分が今このみんなが見てる画面に映れてるのはたった一つのことをやってきたからです。それは自分をずっと信じてきました。周りにダメだぞと無理だぞと言われることもあったし、自分的にも悔しくて悔しくて本当に泣き続けた日も、もうダメなんじゃないかと思う日も、ただ信じ続けました、自分の可能性を。こう
ゴールドとして欲しいなって思う人も同じで、今このこれを喋るチャンスをいただいたので言えるとしたら、きっと美容業界もずっと待ってるのは自分を信じ続けられる人だと思ってます。この業種はすごく特殊で、他と比べられちゃうし、自分で比べてしまうし、自分の心を蝕んだり苦しくしたりするような出来事、感じ事がものすごく多いなと思っています。だけどその中で自分を信じ抜き、自分を奮い立たせ、打ち砕かれて悲しい時に立ち上がった男たち、女の子たちだけがこの業界をずっと背負っていけるんだなと心から思ってます。どうかその心にあるこの動画を見て、ああ今日も学ぼう、今日も何かいい話を聞けたではなく、ああそっか自分でもできるんだと、それをこう心に思ってもらえたら幸いだなと思ってるし、このコロナの時代に僕たちはチャンスをもらったと僕は思ってます。いろんな業種が止まって美容業界は潰れると言われたけど潰れませんでした。みんなどこも繁盛して幸せな美容生活を、時にはそれは潰れてしまったこともあるのかもしれないけど、これが見れてるってことはきっとそういうことじゃないですか。ってことはこの業種はチャンスがまだまだ無限にあるなと思うので、若い子たち、若い皆さんにこう思うのは、君こそが未来だと、君こそがこの業界のこの日本の未来です。僕もまた未来です。どうか一緒に奮い立ってこの大きな壁を共に越えていけることを、楽しみにしてます。偉そうにすいません、以上です。まあ対談を終えてじゃないですけど、やっぱ今日を終えて、やっぱ今日ってすげえいい日だったなと、泣いて終われる一日をもらえてよかったなと。やばかったっすね今。いやマジかみたいな、本当に今日はありがとうございました。これがゴールドやで。